ラーゲは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、デトモルト行政管区、リッペ軍に属す市である。リッペ地方における、交通の分岐点にあたる。ツイーゲル下と、ツッカー下と、スタットデス・シュポルツとして知られる。ラーゲは、デトモルトの北西約9キロメートルにある。オストウェストファーレン・リッペ地方ベレ川の谷に位置し、トイトブルクの森からも近い。トイトブルクの森。 月ケ山地自然公園内に位置するヘルステ地区は終始定のルフトクアオルトである。ラーゲのベレ川ベレ川が市内を南東から北西に貫いて流れている。市内の全域近くがこの水系に位置する。この川はベーザー川を経て北海に注ぐ。市内で何本かの小川がベレ川に合流するが、小川はもっぱら南側からベレ川に合流する。ピーフィスハイブイールから流れるレトラー,ガー バッハ、ミュッセン地区から輸出するローテンバッハ川、ヘルプープから輸出するハーフェンバッハ川などである。例外は、市の北東部を流れるエッテルンバッハ川で、この川はまず、ベーガ川に注ぐ。ベーガ川は、ラーゲの市域北部をかすめて流れている。また、バッテンハウゼン近郊やミュッセン近郊に、多くの池や湖がある。これはかつて、あるいは現在まで行われてきた春節や歴。 砂の採掘の名残である。地熱分布ズラ揚げは、オストベストファーレン丘領に位置する。この丘陵地は、山上木、ジュラ木、白亜秋の泥灰岩、石灰岩、砂岩で構成されている。1000から2000メートルに及ぶ厚さの堆積岩が、多くの暗部、盆地、地類、地溝を形成している。深い場所には、中世代の岩盤がある。市の北東部、 中引く山地の先山にあたる斜面や谷には、礫、砂、砂、漏れン、交差がある。深くの地盤には、岩塩や石膏が含まれている。ラーゲの地域の地熱利用特性は場所によって大きく異なっている。地熱ゾンデによる地熱源や熱ポンプによる地熱採取が良好、あるいは大変に良好な場所はわずかである。その他の場所は、中等度や、 散発的に貧しい環境にある。ラーゲは小ぶりな中規模都市に分類され、面積は76.02平方キロメートルである。土地の多くの部分、すなわち56.7%が農業に利用されている。ノルトベストファーレン州の他の都市と比較すると、ラーゲのこの数値はほぼ平均的である。森林は17.2%で、周平均よりもやや低い。住宅。 空き地、産業用地は14.5%。ラーゲは、北から時計回りに、以下の市町村と境を接する。バートザルツーフレン、レムゴー、デトモルト、アウグストドルフ、エルリングハウゼン、レオポルツヘイラーゲ市は、以下の15地区で構成されている。人口は、2012年12月31日現在以外の、名前、レイジは、元来はおそらく、 森とベレ川の河原との間にある低地の森のない湿った土地を示していたと推測されている。この地形に根ざした地名は、その後次第に、ここに作られた集落の名前として通用するようになった。1274年、この文書により、この村の聖職者が一種の終身年金を得ていたことが証明されている。1274年がラーゲの創設の年とみなされているが、 だからといってこの年に町が作られたというわけではない。最初の記録が教会の収入に関わる内容であったことは意味深い。マルクト教会は約1000年もの間ラーゲの発展に主要な役割を担っていた。その創設は紀元1000年以前にまで遡る。これによりカール大帝に率いられたフランク人はヒキリスト教徒のザクセン人が治めていた地域を支配。 したのである。その直後からこの異教の地で布教を行う努力が始まった。このための基本となる教会として、マルクト教会が創設された。その立地は慎重に選ばれた。ベレ川の都市地に直接面しているが、川から約3メートル高い場所にある肥沃な土地の真ん中に、教会は建てられた。この場所は、ラーゲの原点とも呼ばれる。ここは、現在のラーゲにあたる、 周辺地域への入植のいわば出発点となったのである。マルクト教会に周りには、はじめは教区農地や農場群が作られ、次第に入植地が形成されていった。時代とともに他の農場、古典的な家屋や水車が建設された。中世世紀には、この村は比較的多くの入植者が住む人気の入植地となった。その基盤となったのが、おそらく、 ラーゲ市民の特別な特権であった。その特権はこの村に都市法が施行されることで明らかとなった。都市法施行によりさらに人口増加が加速した。上昇率は18世紀から19世紀の間に猛烈な勢いを示した。1823年のこの町の人口は全世紀末に比べて60%も増加していた。この時代に住宅地が拡大し、 中世の地域を超えて広がった。正式な都市として認定されたいという要望は強まっていった。このため、1817年から集中的な努力が傾けられ、最終的に1843年の都市圏授与につながった。ラーゲレンガ工場18世紀及び19世紀には、ラーゲは立派の出稼ぎレンガ工の最も重要な集参地であった。 ラーゲレンガ工場博物館は特にこのテーマの歴史を扱っている。19世紀以降、砂糖がこの町にとって重要な役割を果たした。毎年秋には周辺地域から1884年に創設されたラーゲン製糖工場にリューベンバーゲンが走っている。陸上競技のスタジアム建設により、この町は1980年代以降、スポーツの町とみなされている。 スポーツセンターベレアンガーは、ドイツ陸上競技連盟の活動拠点となっている。1979年6月18日、ドイツ空軍の第71戦闘機体の戦闘機械マイナス4、ファントムが訓練飛行中に、ハーゲン地区の民家に墜落した。この事故で、2人の乗員と5人の住民が命を落とした。服装重視の両親の家の上空で禁止されている。 挨拶飛行を試みたところ、最燃少装置がうまく作動せず、この悲劇が引き起こされた。ただ、事故機が壊された家の床地面に突き刺さった状態であったことが被害の拡大を防いだ。交通の乗り換え地点としてのラーげの機能は重要である。ベレ川の徒唱地から様々な方面に車が走っていた古い貨物自動車は近代的な連邦道や鉄道路線に置き換えられた。 中世の境界集落や市場町、後には都市法が整備された農民都市への発展は交通の要衝としての機能が大きく寄与している。現在、北東のレム号と南西のビーレフェルトとを結ぶ連邦道 B66 号線と北北西のバーとザルツーフレンと南東のデトモルトとを結ぶ連邦道 B239 号線が交差している。 上記の連邦道に沿って隣接する都市へ鉄道が走っている。1969年12月2日のデトモルト軍の新設に関する法律の位置に基づき、1970年1月1日の同法の発行とともに、それまでのラーゲシとビリングハウゼン、エーレントルプ、ハーゲン、ハルディッセン、ヘッターハーゲン、ハイデン、ヘスロー、ヘルステ、ミュッセン、オールゼン、ポッテンハウゼン、 バッテンハウゼン、ビッセントルプ及びカハテンハウゼンから新たな自治体が形成され、デトモルト軍に編入された。この自治体はラーゲの名前を保持し、スタットの称号を付与された。これにより、旧カハテンハウゼンの一部はエルリングハウゼン市に、旧ヘルステの一部はアウグストドルフに編入された。ラーゲのマルクト協会聖予判協会ラーゲには、 様々な宗派の多くの宗教団体が存在する。ラーゲはプロテスタント系住民が大勢を占める立派軍に位置しており、福音主義の宗教組織が支配的である。ラーゲ市には以下の宗教団体が存在している。特徴的なのは比較的多くの自由教会組織が存在していることである。これは1990年代の初めに自由教会の 信者が多い独立国家共同体からの移住者が定住したためである。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが学生に対する所属宗教団体の調査である。これによれば62.6%が福音主義、7.8%がカトリック、4.8%がイスラム教に所属した。セントがその他の宗教団体に所属し、 無宗教は12.0%であった1970年は1月1日、1974年は6月30日、その他は12月31日時点の数値である。ラーゲ市長シャラーゲは、衆議会議員選挙では、立派愛選挙区に属した。連邦議会選挙では、立派愛選挙区に属す。2009年の選挙後、市議会は40議席からなる。 これに議長として市長が加わる。ラーゲの市長はマティアス・カルクロイターである。彼は2019年6月16日の決選投票で61.23%の票を獲得して当選した。彼の前任者、クリスティアン・リー・プリヒトは2004年から2019年までこの町の市長を務めた。 彼は2004年10月10日の決選投票で60.5%の票を獲得して当選した。2009年には55.2%の票を得て再選された。さらにその前任者はビルフリート・ジークメラーであり、1999年9月26日の決選投票で50.6%の票を得て当選した。本詞は1970年7月3日の文書で、 紋章の使用を許された。ズンガラ、死の紋章は、金字で、左に曲がったラスきの鉄が多く描かれている。1601年に初めて押された印象には、左曲がりのラスきが描かれていた。1663年生の視聴者の塔の紋章席には、右曲がりのラスきが描かれている。1956年に、 視聴者の敷地内で左曲がりのカラスキを描いた紋章が見つかった。その2年前に市は証明されている最も古いカラスキのデザインの印象を認められた。第一次世界大戦後、ラーゲは赤と緑を市の色とし、その後使われる紋章には赤い横帯が描かれている。1933年、立平の都市の色が新たに決められた。ラーゲは 金色と青を選択した。本誌は、1954年11月19日の文書によって、文章、印象、旗の使用を認められた。ラーゲは、ザンクトヨハンイム・ポンガウ氏と1977年から、友好的な都市関係を築いていた。約2年半ごとに、姉妹都市に特別列車を運行させた。550人までがこの旅に参加する。 ラーゲの学生の多くがこの旅で初めてスキーを滑る。ザンクトヨハンの農民協会合唱団や市民音楽サークルはラーゲの射撃祭に参加する。ホーシャムとは1985年から定期的に市民の相互訪問を行っている。特にラーゲのギムナジウムと姉妹校との間では活発な交流が行われている。 1984年6月1日から2002年12月31日まで、アウグストドルフの第214機構大隊と支援関係を結んでいた。この関係は同大隊の中東25周年を契機として結ばれた。1997年12月4日に、この支援関係は強化され、支援、この支援関係は大隊の退役に伴って解消された。 イゲンハウゼン上級区裁判所工業専門学校、ビルヘルムスブルクベストファーレン工業博物館、レンガ工場ラーゲは、市の中心部の北、ハーゲン地区にある。この博物館には、工業会以前のレンガ作りも機械化された、レンガ作りも展示されている。さらに立派の出稼ぎレンガ工の生活や仕事なども展示している。展示のほか、子供のための特別体験イベントもある。 市の公民館では2007年から演劇集団ダプービジアンが公演を行っている。彼らはコメディドラマ、メルヘン、その他の演劇ジャンルを上演している。ラーゲ音楽学校は1981年に設立され、1995年から旧工業専門学校に入居している。800人の生徒が25人の全座演奏から学生コンサート、 ムジークトゥーとグートシリーズまで年間約80回のイベントが開催されている。2005年から毎月最終木曜日にブリンクマンシェーハウスのジャズカクテルが開催される。これらのコンサートではジャズ、シャンソン、ポップスの小編成と歌のコンサートが行われている。男性合唱団リーダーハイムラーゲは1889年に設立され、 現在22歳から80歳くらいまでの約35人の活発な団員を要している。レパートリーは主にクラシックの合唱音楽であるが、世界的に流行したポピュラー音楽やポップミュージックも演奏する。こうした音楽活動の他に、MGV リーダーハイムは1960年から毎年大規模な射肉最終回を開催している。この集会は連帯的、 地方政治的色彩によって市外でも知られている。市立平和公園は広さ約2.1ヘクタールで宮中核市街の北東端に位置している。この公園はかつての福音主義教会の墓地を整備し1956年に作られた。公園は石灰石の壁で囲まれている。生誕に世界大戦の犠牲者のための記念碑がある。 この他に、いくつかの墓石が残されている。この公園は自由に立ち入ることができる。ヨハニ水市ヨハニ水市は B239 号線でデトモルト方面へ向かって本市を出るその右側にある。これは、二つの大きな河口岩を中心とする迷子石群で、氷期の氷河によって現在の場所まで運ばれた。最大の岩は、長さ6.20メートル。 幅5.50メートルで、重さは約200トンある。ある岩は正確に南北を向いており、別の岩がこれに対して直角に位置している。この二つの岩の周囲には小さな迷子石や断片が存在している。岩に刻まれた二つの正確な五角形の穴は、おそらく、戦士時代のもので、当時の太陽の位置を正確に示す棒を差し込むことができた。他のイタリについても、 ヨハニスイによって知ることができたため、ヨハニスイは、紀元以前の時代には一種のカレンダーとして用いられていた。さらに15の刻み目がある。数世紀の間にこの岩石群は堆積する土に渦漏れていたが、おそらく1768年に発見された。毎年3月の第2週末に、ラーゲの人々は、教会祭と共に、春の死を祝う。五月の第三土曜日には、 花と蜂の市がある。6月の第1週末は農民市である。10月の第1週末にはポッテンハウゼン地区で協会祭を伴うラインホルディ市が開催される。10月の最終週末は内市街の協会祭を伴うマルティーニ市である。その1週間後にはヘルステ地区の協会祭がある。12月にはラーゲのマルクト広場で一連の文化イベントを伴う。 クリスマスマーケットが開催される。ラーゲ駅鉄道とバス交通ラーゲ駅は、ヘルホルトアルテンベイ県線とベ型ガタール鉄道とが交差する駅である。この立地条件は1970年代まで、この都市にとって大きな経済的役割を演じた。それは、この小都市にしては異例に広い駅の敷地に反映されている。鉄道貨物交通の衰退に伴って、 本市はその役割を創出した。バッテンハウゼン地区は、バートザルツーフレントの市境に位置するジルバフハ駅を、介して、ヘリホルト・パーダーボルン間の路線に直接アクセス、できる。この駅は、ホルツハウゼンの地域内にあり、隣の運賃地域に属している。旅客交通は、おおむね1時間ごとに運行している。旅客鉄道交通は、フラート型電車を使ったベストファーレン鉄道と、 タレント型機動車を使ったオイロバーンによって運行されている。レム号、デトモルト、エルリングハウゼンへ定期的な地方バス路線が運行されている。市内路線は、おおむね1時間ごとに運行されている。951号線は、ミュッセン、ビリングハウゼン、シュターペラーゲ、ヘルステを経由し往来しており、バス会社、ベルハウゼン GMBH&CEOKG、OK、によって運営されている。 本市は、地方運賃連盟、デアゼクサの運賃適用地域に位置している。この他に、NRW 運賃もある。道路交通連邦道、B239 号線と B66 号線が、ラーゲで交差する。自転車交通自転車道、ウェルネス自転車ルート、バーンラートルートベーザーリッペ、バーンラートルートヘルベークベーザーが市内で交差している。 ラーゲ製糖工場ラーゲの製糖工場は1883年に創設された。この工場はプファイファーランゲン社の所有である。この製糖工場はオストベストファーレンリッペ地方全体で最も古い企業である。この工場では製白糖と白糖を生産しており、コカ・コーラなどの大企業に納入している。この工場は一時労働者を除いて70人の 従業員が1日あたり7500トンの天才を加工している。この他の大きな企業には、エーレントルプに本社を置きケールの缶詰を販売する缶詰工場のリッパーラントコンゼルベンがある。日刊誌、リッピーコールザイトングはラーゲにオフィスを有しており、毎日少なくとも一面についてその責任を負っている。この他に広報誌、リッペアクトゥエルやポスティロンがある。 民間放送のラジオリッペは、リッペ軍のローカルニュースやお知らせを放送している。WDR スタジオビーレフェルトのデトモルト地域オフィスは、軍の公共放送を代行している。ラーゲシ施設局は、市の浄水、ガス供給を担っている。このために施設局は、174km のガス管網と 375km の水道管網を管理している。水圧や、 貯水量を維持するために3つの加圧ステーション合わせて3000立方メートルの貯水量を持つ8つの高架水槽を運営している。ラーゲ市には1873年から自衛消防団がある。この消防団は6つの消防隊または消防グループからなる。これらはそれぞれ消防署を有しており、市内全ての地区を管轄している。ラーゲ市立図書館は実用書や 小説のほかオーディオブックや CD ロムのようなメディアの貸し出しも行っている。ラーゲ氏は学校の経営者として、9校の基礎家庭学校、一校の本家庭学校、一校の中等学校、一校の実家学校、一校のギムナジウム、学習用語を重点とする、ラーゲ氏の用語学校である、アルベルト・シュバイザー・シューレ、私立音楽学校を運営している。さらにラーゲには、 立 p 軍が運営する言語障害者のためのイルメラベントシューレがポッテンハウゼン地区にある。2012年10月15日現在、本市には278人の教師と3650人の生徒、児童がいる。このうち39.3%が基礎家庭学校、13.0%が本家庭学校、18.2%が実家学校、 20.6%がギムナジウム、9.0%が養護学校に所属している。学校以外の教育施設は、ラーゲ市立音楽学校のコース、リッペイコールベスト市民大学、その他の公共あるいは民間の運営するコースやセミナーなどがある。ベレアンガー学校センター、ありがとうございます。